それではここからは、そのこれまでの結果を踏まえまして、前回の授業からの宿題になっておりました、中国需要三法の計算量の見積もりを行いたいと思います。えと、まず、中国需要三法の、あの、設定を復習します。えと、N1 から Nk が R の元としまして、互いに外します。そして、まあ、A1 から Ak を R の元としまして、まあ、これらが与えられたときに、 A と AI が NI を報道して合同になるような A を R の源 A を求めるというのが中国女王定理もしくはそれのためのアルゴリズムということでした。で今回その中国女王三宝の計算量を見積もるにあたってそれぞれ与えられる数などの,その数の長さに関する仮定を行います。 えとまずその法として与えられる n1 から nk をは全てあの単精度ということにしますので ni の長さはあのラジオの1で見積もることにします。それからその常用ので与えられる a1 から ak も同じく単精度としましてまあ ai の長さはラジオの1で見積もることとします。であと,えっと以前の,その中国常用三法の議論からこの法の積 n ですね この n は n 1から n k の積ですけれども。まあ、これの長さは、えっ、ー、と、ラージ、え、オーダーのラージ l ということにします。で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、n 1から n k の、あの、稽古の。積で、えー、なっておりまして、まあ、それぞれ n 1から n k が。えっ、ー、と、単精度ですので、えー、この k というのは。この n の長さ、すなわち、えっ、ー、と、連戦に等しいので、まあ、k はラージ。o の、まあ、l が成り立っているもうとします。 えそしてここではその計算量をこの方 n の長さ l の関数として求めることにします。えここではその以前の授業で示しました中国余弦法を一応あのアルゴリズムの疑似コードを使ってまとめてみました。でまず最初のステップでは この i がえを1から k までの間で動かしまして、この ei というのを求めるループとしております。で、まあ、その計算の中身ですけれども、まずステップ a でこの ni スターですね。ni スターは n÷ni で求めております。で、ステップ b ではこの ti え、これはその ni を法とする ni スターの逆元をこれをえっと ni スターとですね。それから ni から始まる。 そのとご情報によってて求めていますそして C のステップではこの、えー、EI としてこれは TI と Ni スターの積ということでここまででその EI を求めます。でこの計算をその i が1から k までですねその警戒繰り返すという点に注意してください。で、まあ、ひとたび E1 から Ek が求まりますと、まあ、これに対してこの 与えられていた乗用を使って A1E1、e、から AKEK までのその積の和を取ることでこの A をまず求めます。で最後にそのまあこの N 法の積 N ですねを法とするまあ,ある一定の条件を満たす数を求めるためにこの A をそのまあ N で割った一回割り算をして乗用を求めることでまあ最終的な答えを得ています。 えー、それではここからその中国語呂予法の計算量の見積もりに入ります。えー、とまず最初にあのステップ1の中からですね、その順番にその各ステップの,あの計算量の見積もりをしていきます。えー、とまず最初にこのステップ1の a で ni スターを求める部分、これはあの n を ni で割っているわけですけれども、これはその n の長さがラージオの L、それから ni の は単精度ですので ni の長さはラージオの1ということで、まあ、長さ L の多倍長数を単精度数で割った、えーとえー、序断ですので、まあ、その計算量は比除数の長さに比例するすなわちこの場合はラージオの L で見積もることができます。で次の,あのステップ B の,の Ti ですね方逆円を求めるところですがこれはあの ni スターと ni から 始ままるその拡張リュークリトのご助法を行っておりますで、えーと、Ni スターの長さは、えー、とラージオの、えー、ラジエル、それから、えー、と Ni は単精度ですの、ね、でラージオの1というふうに見積もられるんですが、まあ、この場合、その拡張ゆークリット誤助法の計算量はそ,のそれぞれの与えられた2つの数の長さの積に比例するということでしたので、まあ、このステップでの,その拡張ゆークリット誤助法の計算量はそのラージオの L と できますで次のステップ C では EI を求めているわけですけれどもここは TI と Ni スターの積なんですが、えー、Ni スターの長さはラジオの L それから TI は、えーとまあ、ラジオの1ということです。でと多倍長数の乗算の計算量というのはそれぞれの 数の長さの積に比例するということでしたので、えここでのその上山の計算量はラージオの l で評価することができます。で次のステップ二ではこの a 一 e 一から a k e k の積の和を取ってその a を求めております。でここでまずその各 a i e i の積のまあ計算量です長さですけれども、と e i の長さがオーダーの l。 それからまあ AI の長さがオーダーの位置ということですので、まあこのステップでのその乗算と加算の計算量の合計はラージオの L と評価することができます。で最後にその第三のステップでこの A を N で割った乗位を求めるということなんですけれども、まあここでそのまあ A の長さはラージオの L、それからえと N の長さもラージオの L と評価することができます。 でこの多倍乗数同士のその序断の計算量は、えー、とまあ序数比序数のその長さの積でに比例するということでしたので、まあ、ここでの序断の計算量はラージオの L2 乗と評価することができます。で、えー、と以上の見積もりからこの中国女王三法の計算量を L の関数として求めると、まあ、その合計はラージオの L2 乗で見積もることができます。 今回のの授業のまとめですで今回は主にその序断とそれに関係するアルゴリズムの計算量の見積もりを行いました。えー、とまず序断の,の計算量としまして1、えー、変数多項式の常用付き序断それから多倍調数の常用付き序断の計算量の見積もりを行いました。それからあと,、えー、と各ユークリット誤助法拡張ユークリットの誤助法の、まあ、計算量の見積もりについて説明をしました。 最後に以上の結果を踏まえまして中国乗用参法の計算量の見積もりを行いました次回の内容の予告です、えっと、次回は高速乗算法としまして唐津波の乗算アルゴリズムを紹介したいと思いますでこれはあの整数の乗算アルゴリズムとそれから一変数多項式の乗算アルゴリズムに分けて、えー、紹介したいと思います でまあ、この内容は今回のテキストには含まれておりませんので、まあ、次回直接内容を示したいと思いますそれでは今回の授業はここまでにしたいと思いますお疲れ様でした